家の細です。ありがとう。ますみくんこんばんは。こんばんは。今日も練習お疲れ様。疲れた？多少。でも今日はね、あの大原さんとねデート行った。ちょっと練習の途中にあの衣装探し&デートみたいな。カマニョンカマニョン。ちょっと待ってねカマニョンカマニョン。ちょっとね髪がボサボサのままなんだけど。青春大原氏そうめっちゃおもろかった大原氏。今日ワールドカップすごかった。すごかったね。ちょっと今日ね緑デーにしてしまったからさ、しおんちさんちょっとチー頑張って入れよる。チーのね似顔絵難しいけやめた。はあ聞いてない。今言ってない。うん、はい。しおっちさん今日もありがとう。ちょっとどうやったらちょっとああやすしさんこんばんは。こんばんは。ちょっとはい、これで見えるかな。ありがとう、ありがとうございます。シルヒルさんまた来てしまう。いや毎日来なさい毎日来て。ゆうくらさんやっほーやっほー。どうしおっちさんオッケー。スクショ撮った？オッケー、ありがとう。今日はお歌のリクエスト&レアソング失恋ソング。え、どういう感じかがわからん。ミパさん新幹線からこんばんは。こんばんは。今日はメイクいい感じに見える。今日はねめっちゃメイク薄め薄めっていうか最近ずっとこれ。今日文化祭めっちゃ疲れて。よかった。あ、よかったじゃね。お疲れ様。こんばんかにゃん。こんばんは。ちょっと待って前髪上げてしまった。ちょっとねさっきまでねこうかき上げ状態にしとったっけ。かき上げでいいか。ありがちありがち。ちょっと悪意あったね今のは。イコラブしか知らん。イコラブさんのは何もわかんないけど、ちょっと待ってね。どこだっけな。さっきねご飯食べよったんじゃけど、ご飯食べながらあの練習しておきましたよ。今日の日はクラブ新曲予期。新曲予期なの。ちょっと待って書いてたのどっか行った。みーなにカナのことよろしくてみーなによろしくされた。なんて言いよったか、なんて言いよったのかね。みーなのことじけんさ、なんかえマジえほんまよろしくねとかって言われたんじゃないかなっていうカノンの予想。まさみさんこんばんちゃ。こんばんちゃ。みんな見に来てくれてありがとう。ちょっとね今日自己紹介しますね。はい、スタースカウト総選挙2019に待って選んでいただいた高竹カノンです。よろしくお願いします。インフルエンサー部門としてあれしてます。そしてツイッターもねここやってるのでチェックしてみてください。こんばんにゃこんばんにゃ。ニョンにチーのことよろしく言われたじゃあよろしく。チーのこと大丈夫。イベントやってる。知らん言っとったけど、イベントはねあれじゃね、気づいたら2位に。そうなんよねちょっとドキドキしてるけど、もう皆さんとね一緒に楽しくショールームができればいいかなって思ってます。その10位に限らず。今日アシスタントおらんかったからキッズのこの指止まれ寂しかった大丈夫って言うと思うよ。え、どういうこと。チーが大丈夫知らないっていう方の大丈夫。どういう大丈夫。チーなんて言うんじゃろうね。ちょっと今ね推薦コメントしてくださった方ありがとうのやつをさ探しよるんじゃけどさ、ないんじゃけど。なんで。え、だってさ、え、なくなるとかあるん。なくない、そういうことは。っていうかね、ご飯食べながら。チーの扱いは大事。ああ、そっちの大丈夫ね。ほんまに大丈夫。チー大変よ。あれ
あったん。ちょっとね、書きます。ちなみさん20人しか見てない、チャイファーの方がついてみた。そうなんだ、50巻の管理ありがとう。とりあえず私は、ちー大変だ、ちー大変だよ。とりあえず私は皆さんと楽しいショールームができたらいいなって思ってるし、みんなに絶対無理してこうギフトとかもらうんじゃなくて、本当にみんなが皆さんがその楽しい配信だなって思ってもらえればいいかなって思います。お好み焼きな、え、めっちゃいいな、いいな。あれ、ハムさんたちと行ってる、もしかしてハムさんも行ってなかった、ハムさんだったかな、誰だったかな、ちょっと待ってね。はい、はい、今は推薦コメントしてくださった方のね、先ほどチェックしてきたんだけどね、皆さんありがとうキムチ焼きそばうまいぞ。え、キムチ焼きそばどんなんなん。自分さ、いつもね、絶対にね、あのチーズとなんだっけ、チーズ、あれ餅とかしか食べん。うちのチーラーまで部活、あ、そうなん、頑張れ千尋ちゃん、頑張って。推薦コメントしてくださった方、皆さんありがとうございます。もうね、皆さんのね推薦コメント、もうカノンそのものだと思っとる。あのアイドルせずだけど、なんかなんとかみたいなやつもめっちゃわかる、なんかサバサバ系女子みたいな感じだった気がする。みんなありがとう。なんかね、みんなのねあのコメントめっちゃ嬉しくて、なんか時々見る、はぁってなるそう、そしてルームフォローもね、皆さんたくさんしとってくれてありがとう。あ、わし推薦コメントしたとかしとってくれたよ、なんか最初の方にしてくれとった、ありがとう。チーズ好き、なんかチーズもさ、チーよねお返事、サバ女子、サバ女子。イヤリングも可愛い、メロさん、これねピアスなんよ、自分ピアス開けとって穴、ちょっと待ってね、ほい、これちょっと待って、これね私の昔、ちょっとこうした方がいい、見える、私の、あ、書いてないよ、マイコちゃん、あ、そうそう、マイコもね入れるときはチー入れるオッケー。これねピアス穴開いてるけんね、推薦コメントの返事書いたんでしょ、書いてないあれ、ありがとうっていうあのあれも書いたしか、ねピアス開けた、開けたい、自分ね開けた瞬間なんかびっくり、音にびっくりした。でも開ける前まではド緊張してママにどうしようどうしようみたいな言ったけど、そんなん言うんだったら開けんよとか言われて、じゃあ開けてくださいって開けてもらった。読んだって意味ね、勘違いした、あ、そうそうそう、読んだ。音にびっくり、え、音にびっくりする、あ、ガシャン、あのピアッサーってやつで開けたんだけど、ガシャンってでなんか痛さが、開けたことあるけど塞がったぞ、え、塞がったの、もったいない、もう一回開けよう。なんか小指を角にぶつけた感じ、痛っみたいな、なんか我慢できる痛さだった、びっくりした。さすがヤンキーママに、え、ママにはね、ママね、ヤンキーじゃないよ全然。なんかそうやって今見えるかもしれんけど、ママは正月が初連休、時期明ける、あ、そうな、いいやん、いいやん、いいやん、痛そう、あ、今はね痛くない、もう全く痛くない。ママはなんかあ見えるんじゃけど違うんよ、あのね、まあ、美容師じゃけんさ、なんか髪を染めとったりしとるだけで、そうで、ピアスは知らん、なんでかは知らんけどそう、開いてる、なんか自分で開けたって書いてあったよ、忘れたけど、
そうでもママに開けてもらったらまっすぐにちゃんとガシッて開いたからまあいいかなって思ってる。そういた。今日はね、今日のこの練習着ね、見たことあるかもしれんけど、親がね美容師っていいね、絶対に髪切らせ、親に絶対髪切らせ、自分ね、おいら左耳やつ、めっちゃすごい見た目だけモテやんだね。そうめっちゃなんかさ、自分もさなんかヤンキーっぽいとか言われるけど全然ヤンキーじゃないし、ママもヤンキーっぽいとかって言われるけどそんなことない。モテり、あ、ありがとう。ね、自分の夢はちょっとした夢なんだけど、美容院に行くことで美容院の人にあの髪の毛切ってもらいたいっていうのが夢で、も美容師が周りにおるんだったらそっちでいいかなみたいな。だからママでいいかなと思って。そう、昔パレードの時に4怒ってたの見て怖い人だった。いや確かに怒ったらめっちゃ怖いけど、もう角生えて見えるんだけど、そんなことないよ全然。普段は優しいし、なんかノリいい時はめっちゃ面白いよ。ノリいい時はノリいい時はめっちゃ面白い。どこの人に切らせてみたくない？なんかなんて言ったらいいんだろうね、ちょっと緊張する。それなんか緊張するというか、行ってみたいけどなんかやっぱりいいやってなっちゃう。1週間前に美容師行った、美容院行ったん、いいな、ちょっとカノも切りに行ってみたい。なら今度からママニョンに来てもらう。ぜひお店の方へどうぞ。ママニョン料理もうまいし綺麗だし素敵なお母さんだ。ありがとう。ママに言っとくわ。マリオスさんが褒めてくれとったって。美容師って響きがいいね。まあ確かに確かに。じゃあわざわざママニョンのとこまで切りに行きます。ほんまに？みんな言ったけんね、みんな言ってね。じゃあ、お、応援してます、ありがとう、ありがとう。りょうちゃんは床屋さんだから。床屋さんと美容院って違うん？違うんか、種類とか違うんかな。ママニョンのとこは何、なんか時々カノンもね、時々ね、なんかママのお店行ったら働いてる人に頭つつかれるんだけど、つつかれるってこういうやつじゃなくて、三つ編みの練習したりとか編み込みの練習したりとかっていうの、実験台、早く言えば実験台みたいな時々なるんだけど、なんか面白いよね美容院って。自分は美容院めっちゃ好き、雰囲気が好きじゃけど、ババニョンで、おばあちゃんのこと自分あーちゃんって言うんだけど、あーちゃんも美容師受験、それはヘアモデルとは言う、全然ヘアモデルじゃない。超実験台貸してみたいな、めっちゃ細い編み込みしたり三つ編みしたりっていう実験台です。でおばあちゃんの、おばあちゃんも美容師受験、前髪とかはママが切るの大義ってなったらおばあちゃんにしてもらう。でも自分がやったら、自分でやる時もあるんだけど、自分で失敗したらママかばあちゃんにしてもらう。ひよさん利用者と美容師、あ、資格全然違うよ、それは分かっとる。自分も分かるよ。やすしさん歌聴きて、歌歌聴く、オッケーよ。どんなん聞きたいとかある？なんかいいのが、ちょっと待ってね。シンクロニシティ、わからんかも、ちょっと写真撮っておきます。とりあえず今日青春トレインをさっき失恋ソング、失恋ソング、テトさん新失恋しちゃった、もしかして。ですね、さっきご飯食べながらちょっと確認しておきましたのでいけると思います。じゃあ失恋ソング、にゃんちゃんこんばんは、
ノーレインノーレインは、あ、あれか、ちょっと待ってよ、ね、失恋ソングっていうんかがわからんなんだけどさ、ちょっと待ってね、よいしょ、失恋ソングかがわからんなんだけどあるかな、ちょっとね、今見てるからね、え、これ失恋ソングだっけ、わからんのんじゃけど、ちょっととりあえず歌ってみます。俺ではない、あ、ほんと洋楽の、あー、オッケはずなんよ。なんて曲だったっけな。パチパチありがとう。なんて曲だったっけな。なんて曲だったっけな。あった。パチパチありがとう。リョクエタこんばんは、タカヤさんこんばんは。ありがとう。M とか言うかな。M？ OK OK。M ってプリプリさんの。僕ら二人で歩いて行こう。
頂に訪れた絶望、君と見たい未来はあっけなく消えてた。 M さん行きます。 M さん、 M さん、 M 行きます。はい懐かしい、これ練習しとったよね。季節はまた変わるのに、心だけ立ち止まったまま、あなたのいない右側に少しは慣れたつもりでいたのに、どうしてこんなに涙が出るの、もう叶わない思いならあれ